大学の成績の方を見たいかなと思います。ああ、はい、不合格がある。転入するためにはどういう勉強をしたらいいのか。仲悪かった。トイック演習あるじゃん。で、英検演習なんてやるの。で、編入に向けていよいよやんなきゃいけないわけですね。はい、チャンネル復活すんの。どうぞ、始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回久しぶりにやってきていただきました。藤川さんでございます。はい。無言。忘れました。はい、あ、はい、挨拶なんかあったっけ。あ、藤川さんです。はい、無事進級したということで、はいはい、その大学の成績の方を見たいかなと思います。あ、はい、はい、なんか留年しただの辞めただのいろいろ言って、そんなん全然ないっていうのを、はい、ちゃんと持ってきていただきました。はい、紙じゃないですか、それとも。いや、まあ成績どうだったのか、どんな感じの成績だったのか、これに載ってますよね。はい、はい、あ、こんなに結構あるんだね。あ、これが秋学期ってことか。秋が2学期なんですか。まあまあ2学期みたいなもんで、こんなに取ってんだね。はい、結構やっぱキツキツなんだね。はい、で、単位数はいくつなの。今35って取られてる感じ。35単位取って、あー、不合格がある。不合格が必修が一つだけあって。まあ、必修って何。このインテグディってやつ。ああ、インテグリー、インテグレイテッドですか、はい、英語。はい、あんま点数見られたくないんですけど。点数、ああ、低い。はい、日本語文章表現法も落としてるじゃん。あ、これはもう全然いかなくなりました。ああ、もう全然点数取れてないね。はい、情報リテラシー B なんていうのがあの、はい、落としてる。エクセルとか。リテラシーなんだけどエクセルなんだ。あ、はい、なるほどね。情報リテラシー A は取れてるんです。あ、うん、うん、はい、まあね、本当にもはやもうね、さまざまな、情報が飛び交ってる。はい、皆さん情報リテラシー持って、はい、やってみましょう。ああ、進級合格って書いてありますね、ちゃんと。はい、なので進級いたしました。てか ABC とかは出ないの。出ない。GPA は出るんだけど点数なんだね、全部。はい、60から、うん、70が1で、うん、まあ、C に当たるやつか、したら71から80が2、うんうんうん、なるほど。1、2、3とかなんだ。確かそうだ。で、80以上は3みたいになること。はい、ABC のことなんだろうけどね。不思議。はい、じゃあまずこのベーシックスって何、何の授業。なんか短期大学部は、うん、あの担任制の授業で、うんうん、その担任の先生が、うん、まあ、授業をしてくれるんですけど、うんうん、何の授業。なんか就職するためのとか。あ、そうなんだ。はい、そういうのがあるんだ。編入するためにはどういう勉強法したらいいのかとか。それをベーシックスって言うんだ。はい、それが AB とあって、まあ、まあ、82だからいいじゃん。で、77だから全然悪くないよ。はい、なんで A と B、これ何が違うのこれ。 A はもう春か。あ、春秋ね。B は秋、うん、なるほど、なるほど。で、これ、イングリッシュグラマー、これはじゃあ、グラマーか、A と B。はい、でもグラマーに関してね、そういえば教えてる動画まだ出てないね。これ一回やったやつ。あ、はい。そうそう、テストの問題とか俺見てさ、喋ってる動画。あー、はい。はい、お蔵入りにしてるわ、そういえば。ちょっとまあまあ、はい、グラマーに関しては、はい、私が喋ってる動画も実は撮ってます。で、まあ、両方ともパスしてますね、ちゃんと。60、67だからパスはできてるんで。プラクティカルイングリッシュっていうのは何。プラクティカルイングリッシュは、この前見せたと思うんですけど、うん、薄い本で、うん、大きめの絵が描いてあるような、うん、おうおう。英語の何やんの。リーディング、リスニングとかみんなやんの。スピーキングもやんの。文法が近いかもしれない。文法なんだ。それもグラマーもあって、さらにプラクティカルも文法なんだ。でもリスニングもやったりする。うんうん、留学生の子たちを呼んで。ああ、なるほどね。リスニングも、まあ、1単位しかないんだ。しかもまあ60、66で取れてますか、全然。で、このインテグレイテッドは何なの。このインテグって、インテグ ABC、 インテグの A と C は、うん、長文です。ああ、長文。 B が、 B は外人が教える、うん、外人とか、はいはい、外国人の方が、はい、先生が教える、うん、なんかライティングです。ああ、ライティングか。はい、あ、でも取れてるじゃない。70来てる。60、70、60だから、ああ取れてる。あれ落としたんじゃなかったっけ。インテグ D か、はい、D だけ落としたのか。 D は何だったの。 D は B と同じ、うん、外国人の人方が教えてくれた。あ、外国人の方の落としてたのね。はい、なんで、きっ
ったの？飽きてない気がする。あ、難かった、難しかったよ。いや、なんか、うん、普通に仲悪かった。仲悪かった。まあまあまあ、わかるけどね。俺もフランス人の先生の落としてるから。あ、そうなんですか、うん、でも1個落としても進級できるんだよね。はい。じゃあまあまあ、上の慶応文学部のね、仮進級みたいなもんですね。はい、1つ落としても三田に行ける。で、それがまあ必修で、その後に専門選択科目、まあ、経済学。あ、経済学やったんだ。へえ。まあ66取れてますね、ちゃんとね。で、あ、これか、英語科教育法、教授法のやつですね。はい、落ちてると思ったんですけど、お、取れてました。取れてた。ギリギリだ、ギリギリだね、60だから多分。まあまあまあ、授業してる映像は見ましたけどね。ああ。あれでしょ、あの科目でしょ。そうです。模擬授業。しょうない。ダイとか書いて、なんだっけ、キルだっけ、殺すみたいなの。キャラクターでキルみたいなの出てきて、キルを例文に使うんだって思ったの覚えてますよね。はい、トイック。トイック演習あるじゃん。トイックあってんだ。へえ。60ギリ。トイックギリや。で、英検演習なんてあるの？はい。ほら、これはなんか受けさせられた感じ。67、英検の方が取れて、え、何級のとかは、あ、2級って書いてるわ。はい。2級やって、で、情報リテラシー A は取れてますね。はい。はい、情報リテラシー60で。で、次、あ、教育学やってんだね。教職課程。はい、教職課程。教育概論。はいはい、概論やんなきゃいけないからね。お、取れてるじゃん。76点ちゃんと取れてる。教育基礎論、はい、取ってたな。78、お、取れてる取れてる。教育心理学、はい、はい、60、あ、教育ギリ、めちゃくちゃギリで、ね、教育心理ね、はい、私 A 取った科目です、教育心理。得意だったわ、心理。確か A だった気がする、教育心理だよね。教育心理って確か発表した科目じゃなかったかな、はい、違うかな、発表して1取ったんだよね、プレゼンで。 ABC で置かれてるんですか、うん、そうそうそう、慶応はそう。で、教育制度理論、制度に66で、道徳教育、はいはい、道徳教育取ったわ。道徳、道徳も A だったな俺の、あの記述一発勝負で、あ、書くの大好きだったから。お、80取れてるじゃん。はい、道徳感あるんだね。あります。道徳感あるんだね。80取ってるよ、すごい。教育方法の理論と実践、あ、そんなの、あ、まあ、方法か。70で、生徒進路指導なんか、ああ、あるか。お、82点高いじゃん、 A じゃん。という感じで、うん、今の方がいいかもしれないですけど。あんまり GPA は良くないですね。まあまあまあ、はい、という感じで、まあまあまあ大丈夫ですよ、これだったら進級できる絶対、うん、まあ1個必修落としても大丈夫っていうルールになったら、全然大丈夫だと思いますね、はい。じゃあもう2年生になって、これから、ああ、まあよかったよかった、無事進級できたということで、はい。だって編入に向けていよいよやんなきゃいけないわけですもんね。はい、もう今年が勝負というか、うん、そうですね。まあ一応ね、英語の勉強してるのは知ってるんで、はい、トイックの今勉強してるのも知ってはいるんで、はい、まあ何点必要なの、進級じゃねえや、その編入には。関西外大ですか。まあどこでも、まずどこでも、まあ600は取りたい。600は取り、関西外大、どれぐらい必要とかあるの。440とか。トイックは、はい、あ、440でいいの。はい、440でもういけんの。いけるらしいです。あ、そうなんだ。はい、あれ知らなかった。そうなんだ。で、でも目指す、なんかほら半大とか言ってたけど、そっちだと。でもそっち受けたい。そっちは何点必要なの。600でいいの。半大も。いや、そんな低くていいの。あれ、松原さんが、うん、あ、これ違う、半大じゃないか、うん、明大は600って言ってました。明大どの、名古屋。はい、ああ、名古屋か。あ、なるほどね。半大結構むずいでしょ。あ、なんかトフルじゃないのって声も来てたしな、半大は。まあわかんないですけど、ぜひわかる方いたらお聞かせください。じゃあ、まあ、とりあえず、あの、勉強してるのと、まあ、進捗状況みたいなのは、はい、いろいろ知ってはいるので。あ、はい、わかりました。じゃあ、まあ引き続き勉強してもらって、はい、はい、ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ頑張って。はい、頑張ります。はい、とりあえず進級おめでとうございます。あ、ありがとうございます。それでも落としたやつもまた取り直さなきゃいけない。結局もう多分取れたんじゃないですか。どういうこと、落としたやつ取れたんじゃないですかって。どういうこと。え、なんか、うん、なくていいの。 D はじゃあ別に3、何だっけ、うん、ウィンタープログラム A っていうのが、うん、ああ、そういう別のやつでそれ補うやつをやったってこと。はい、そういうのもあるんだ。いい、なるほどね。まあいろいろ、まあまあ各大学制度は違うんでわかんないですけど、じゃあそれでやって頑張って取ってもらえればと思いますんで、じゃあ頑張ってやってください。はい、はい、ということで、私が藤川さんにおいでいただきました。はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。あ、頑張ります。チャンネル復活すんのどう？まあまあ、未定。未定なんだ、まだね。SNS 復活してみたいな来てたけどさ。やりたいんですけど、うん、やったら大学、うん、大学になっちゃうんで。大学に言われちゃうんだ。はい、わかりました。はい。なんか別の友達に YouTube やろうよと言われてます。そうなの？まあ、とりあえず分かりません。未定だということです。はい、未定です。ありがとうございました。ありがとうございます。一回お蔵入りにしてるやつだけどさ、これで、ね。はい。俳優のあのね、仕事、出たのね。本当に。何こんな本格的なの？なんか。めちゃめちゃ医者役やん。